この上に固く立って、すでに聞いた福音の望みから外れることなく、信仰に踏みとどまなければなりません。この福音は天のすべての作られたものに述べ伝えられているのであって、このパウルはそれに仕えるものとなったのです。 今日礼拝を捧げるうちに、十字架によって与えられた恵み、その祝福を味わう時間になるよう祝福します。今日洗礼された方もいます。この方の心にもキリストである十字架と私が どのように関係があるのか、また全ての生活の中に神が用意された新しい答えが、また十字架で与えられた恵みを深く味わって、 また、すべての聖徒もその祝福を味わう礼拝になるよう祝福します。今日のタイトルは十字架によって与えられた恵みです。皆さん本当に神のことを信じるのでしょうか？誰でもアメンとして 信じると言っています。しかし、大勢の人は神のことを信じていません。世の終わりにほどに信じてない人が来て、時間が経つほど神のことを信じない人が 増えています。ある意味では宗教の改革が行われたヨーロッパで、その教会の中は今、教会が門を、 教会の代わりに他のこと、リセットが開かれています。若者は教会から離れていきます。 幼い頃洗礼された若者が今は語っているのは、あの時は私は知らずに洗礼されていて、今はなかったことにできないのかという若者もいます。今、いろんな宗教の中の一つとして教会を 今、いろんな宗教の中の一つとして教会を通っている人がいる、この状況が現在であります。神のことを信じなくて、またイエスのこと、キリストであることを信じないこと、信じない人もいます。 また、イエスの復活も信じていません。その十字架の出来事は単なる出来事して見ているので、ある時ドイツではその神学のことを信じている学問だと述べていました。 また、イエスの復活は、ただ精神的に復活しただけだと言っていました。
すべてのことを信じていないので、ただ精神的に復活だと言っています。またある神学者たちはモセ五章を単なる神話だと言っています。창세기출애굽기레위기민수기신명기모세오경아닙니까그중에특별히창세기에보면은인간의창조와함께인간의모든문제는인간의창조시작됐는가창조시작부터살피고말씀하고있는데그창세기출애굽기레위기신명기모세오경을믿지아니하니까그모세고쇼를신지ていないのでただ人間を神の形として創造されたことを信じていません。また人間が霊的の存在であることも信じていません。霊的問題が切ったのも信じていません。結局私たちを失敗させるサタンの存在すら事実的に信じていません。だとしたら、今日個人の生徒の立場からすると、信仰の告白を本当にしているのはどれだけいるのか、信仰生活をキリストとして告白して信仰生活をする人がどれだけいるのか考えなければなりません。本当に私の人生の中に、人生の中でキリストを告白する人がどれだけいるのか、イエスのことを本当にキリストのことを生活の中で告白するのであれば、本当に暗闇の力が崩れてしまいます。洗礼の中で信仰の告発するとき、自分の計画また考え方、それを捨てて私の主である主イエス・キリストを告白する、またその信仰のことを誓うことが洗礼であります。イエスをキリストして信じる者には根本的な変化があります。キリストで中にある救いを受けた再創造された存在としているのが私たちの存在であります。どれだけキリストのことを知って告白しているのか、この先物事がうまくいって、また生活がうまくいっていくうちに告白するのではなく、苦しい時でも神の計画と祝福を見つかなければならないのに、その苦しみの中では本当に神の計画はあるのか、それは神のことを信じていないということです。それで一つ目は根本に戻らなければなりません。神様は私の都合のいい時必要な神ではなく、本当の神様を信じなければなりません。人々は神の御言葉を自分の必要と、自分自身が必要なとき欲しがっているメッセージを聞いています。例えば私が望んでいるメッセージを欲しがっています。苦しいとき慰めになるメッセージ、また希望になるメッセージ、
もちろんそれは間違ってはいません。また病に抱えた人たちにもその病気が治るようなメッセージ、それぞれが間違ったことでも悪いことでもありません。しかし重要なことはあります。ヨセフは奴隷でおられてしまいました。その時でも神様は私をいつここから抜け出させるのか、それを考えたわけではありません。またいつ頃私も殺せずに生きていけるのかを考えて祈ったわけではありません。そのことを通して神が成し遂げられることは何なのかを知ってしたかったのです。そのことを通して神様は計画しているのは何なのかを。ヨセフは神を信じる人だったので、監獄の中でも神が成し遂げられたことを見つけて、神の御前で恨んでなくいつも感謝をしていました。神が望んでいることが何なのか知っているので、知っていたという告白は何でしょうか。創世記45節、5章5節に、私をここに置いたことで痛めたり怒ったりしてはなりません。神は命を救うために先に私を使わせてくださったのですと告白します。隠れている神の計画を見つけたということです。あなた方をより先に私を使わせてくださったのです。私が聞きたいメッセージを聞くんじゃなくて、問題の中に神が何を成し遂げられる、また何を望まれようとしているのか。皆さん、神のことを信じる者は神様は強調されることを信じるということです。神が強調されることは何なのか知らなければなりません。また礼拝教会に来る前に、今日家から家電を持っている人はいません。その必要はありません。家の暗証番号を知っていればいつでも使えます。また皆さん通帳持ってます。その通帳の中にどのぐらい金額が入っているのか、それは関係なく、必要な時暗証番号だけ知っていればいつでも使えます。しかしその暗証番号を知らなければ使えません。世の中いろんなことを述べていますが、歴史の中にある人物など言っていますが、神がおっしゃいたいのはそれではありません。ヨハネ20章31節、これらのことを書かれたのはイエスが神の子キリストであることをあなた方が信じるため、またあなた方が信じてイエスの御名によって命を得るためである。神が強調されたことを逃してしまえば、聖書をどれだけ見てもその聖書はただの本を読んだだけで、神の御言葉を見たわけではありません。
そして世界的に有名な人々たちも聖書を読んでいますが、その聖書のことを神の御言葉として御言葉として見ていません。ある時日本で伝道キャンプに参加したことがあります。ある家庭に入って ある家庭に入りました。ある人の奥さんが信仰生活をしていました。それで神の御言葉を伝える機会がありました。また教会に献身している方でした。で、その旦那さんは教会に行っていませんでした。しかし聖書のことは私より詳しかったのです。しかしイエスのことは信じていません。聖書を知らないわけではありません。そのキリストのことを知らない人に聖書が力になるのか。キリストの本当に信じている人には聖書のことが、私たちが熱心に教会に通っているだけで、またどのように私は善を行えば、どれだけ多く祈れば、周りから褒められるほど、착한일을하는사람이다할지라도그리스도모르면은その人であってもキリストを受け入れなければ神の子供になりません。자녀되는근세를주었다말씀했습니다하나님이강조하신요한의1章12節にその名を信じる人々には神の子供とされる特権をお与えになったと言っています。旧約はキリストを送るという約束であって、新約はその約束されたキリストが来られたということです。だったら信仰生活は何でしょうか。イエスがキリストであることを深く知っていく過程であります。イエス・キリストがなぜ来られたのか、なぜ十字架につけられたのか、またなぜ復活したのか、なぜ今も私たちの中に聖霊としておられるのか、それを知っていることが信仰生活であります。言い直しますと、十字架と復活の福音を見つけなければなりません。大体の生徒たちは十字架のことは知っていますが、十字架の本当のことを知っていません。未信者たちもクリスマスを知っています。しかしそのイエスはなぜ来られたのか興味がありません。十字架を知っていますが、私が死ぬべきその場にキリストになる運命から私を自由化された十字架の力は信じてなくて、生活の中でも味わうことができません。事実的に十字架のことを知らないということです。キリストの
十字架の死がなければ復活もなくて現在の解決もありません。その死がなければ私たちは神の子供になる道もありません。だとしたらイエスが死んだことは、十字架に書かれて死んだことは一番重要な福音の中で福音であります。その十字架の福音が皆さんに回復するよう祝福します。弟子たちもイエス様をついていましたが、十字架のことを受け入れられませんでした。十字架は呪いで死刑の道具として考えたのです。マルコ十章45節に地味の償いで来られたことを聞く弟子はなかったんです。自分の命を罪の償いとして来たことを、その償いが何なのかを聞く弟子はありませんでした。つまり十字架のことを信じていなかったということです。またマタイ16章16節の告白の後、その時ペドロがイエス様は死ぬことを私が止めますと。その十字架のことは起きらないように私が守りますと言っています。その時イエス様は、サタンは離れなさいと。十字架は神がサタンから救うために行われることだったことは知りませんでした。神がアダムの時から強調されたことがあります。その女の子孫としてキリストが来られること、イスラエル民人がまたため息をついてみんなで生きていくことができなかった時、神様が強調されたことがあります。杉越の羊の血であります。十字架の福音の前ではっきりとその福音が体験できるよう祝福します。イエスのことを信じているのにもかかわらず、カットしてこと試みやって問題にぶつかることが多いです。パウルもその多くの葛藤の中にいました。ローマ書7章25節、主イエス・キリストによって神に感謝すると、その葛藤の中でも十字架であるキリストのことを握っていました。その前はどのような葛藤があったのか、神のことを握って
神に従おうとしたのですが、自身も知らずに昔のその体質が出て、その心の中に2つの葛藤がありました。神についていくのか、また昔の理的な部分をついていくのか。その時パウロはすぐ25節のように告白しました。イエス・キリストによって感謝するんだと。パウロはその十字架の福音を握るため、毎日が死の連続だと。またカラディア2章2節の告白もあります。私が生きているのではなく、キリストが私のうちに生きておられるのです。私の人生の少しも知らないのに、自分の主인대신그리스도께서우리에게참된평안과안식과축복으로우리의모든전생애를축복가운데인도해가시게돼있어요。そのすべてのことを。갈라디아5장24절에나옵니다만은나의모든욕심들자랑들모든걸내려놓으시고그리스도가내안에すべてのことを置いといて、평안과안식과キリストが導く하나님의나라가との平和と현장에망대로세워지는その現場で응답을보게될것이야。야구라で立たされる固定を味わうよ祝福します。십자가의은혜는무엇입니까？두번째입니다。오늘본문을통해서우리에게말씀하고있죠。십자가의은혜。주지가의은혜。20절에그렇게말씀하고있습니다。주지가와하나님의은혜입니다。합평을이루사。오늘20절에합평을이루었다。그주지가의피로그리스도의해와를만들었다고써있습니다。생명이주어졌다는말입니다。우리들에게생명이주어졌다는말입니다。합평을이루었다。そのキリストの血によって命が与えられたということです。つまり私たちにある現在の問題が解決されたということで、またサタンから自由になったということです。생명의역사입니다。그래서날마다날마다여러분그리스도로말미암아주신생명의역사들을하나님의십자가의은혜로받아들일수있는생명의활동을주여러분축원합니다。아지아우미나상사람이나를요축복합니다。人は人のことをどれだけ理解できますか。그래서이사람을배려하고이사람에게도움주고で手助けしたり配慮したり、もちろんできると思います。しかし人は自分自身に損害を与えられることを嫌がっています。しかし神は、神の見働きはそのようなことではありません。죄는내가지었는데그리스도의십자가의죄로말미암아그죄를내가지은죄를그리스도께서해결하셨어요。너니모가까워르즈그리스도가주지가되우리는불신앙하고갈등하고그죄를해결されました。그런존재입니다。그런데그리스도는다시말해그리스도의십자가는주지가であるキリストは相変わらず私たちを神の子供として祝福してくださいます。本当に神の心を知っていくよ。
また神の御前に立ちよう。합평을 이루셨다. 무슨 말입니까? 축복하십니다. 여러분은 하나님 앞에서 소중한 사람, 가장 귀중한 사람. 皆さんは 그게 바로 나와 하나님과의 神の 大切な 人 です. 주어진 축복입니다. 계시록 3장 20절에 이렇게 말씀하고 계시록 3장 20절에 기록されています. 戸の 外に 立て 叩く. 그에게로 들어가서 그로 더불어 먹고 私は彼のところに入って彼と共に食事をし彼も私と共に食事をする。皆さんこのその聖書の箇所を絵を描いたこと絵で描かれたことを見たことありますか？その扉の中には取っ手がありますが、その外には取っ手がありません。その外から叩いていて、私がその門を扉を開くかどうかを決めるということです。そのイエス様はいつも叩いて待っています。皆さんはその扉を開くだけで十分であります。これが神と私との平和を作るということです。모든것들을승리할수있는그런자리에세웠다라는사실입니다그러면서그다음에보면이렇게말씀하고있죠땅의20절같이그게20절이바로그의십자가의피로화평을이루사마음을곧땅에있는것들이나その十字架の血によって部屋を作り御子によって万物を御子のために和解させてくださったからです。地にあるもの天にあるもの다시말하면은운명과저주와재앙에묶인육신적인것을말その手にあるものは立的なものであって運命呪いから縛られたことがキリストによって解決されるということです。運命に縛られて人また苦労している人キリストによって神が与えてくださるその部屋を味わうことです。皆さん苦しいとき人の周りに行かないでください。それがうつ病になる近道です。その人の周りにいるとあれこれ言われます。あれこれ言われるうちにもっと鬱に入ってしまいます。なぜですか？その人の言葉では答えがありません。なので救いのない人生には頼らないでくださいと言っています。信仰であるイエス・キリストの御前に立ってください。その御前に立つときにすべてのことを責任を取ってくださいます。また22節に記録されています。キリストによって部屋を作り清くさせます。그리스도의십자가붙들고그리스도바라보고나가는그순간에이미우리는キリストを握る
握って生活をしているうちに、すでに清いものであります。その清いものとして祝福してくださいました。また傷なく非難されるところのないものとして、その立法で人のことを見ると罪を償ってもらおうとします。しかし福音はどのような問題の中でも福音の御前に立ってください。また御前に立たせてくださるため、神の祝福を味わう存在として私たちを呼んでくださいました。キリストが、キリストの十字架が私の人生の答えになることを握ってください。すでにキリストはすべての問題を十字架を通して解決されました。十字架は神の恵みであります。そのことを告白するとき、キリストはすべての責任を取ってくださいます。기도제목한번확인해보십시다십자가로주어진은혜를입은전도제자의기도입니다같이한번읽어보십시다십자가와부활의복음이